翼の塔です、ありがとう。翼の塔です、頑張っていきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました、黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、今日は韓国で政権交代、大統領に保守系現野党のユン・ソギョル氏でございます。はい、まあ、韓国で大統領が変わるっていう話です。まあ、韓国大統領任期5年なので、まあ、ムンジェインさんですね。ムンジェイン大統領が、任期満了で大統領選が行われました、3月9日今週ですと、まあ、つい最近のことですね、一昨日ですかね。まあ、おさらいになりますけれども、というか、まあ、共に民主党ですね、ムンジェインさんといえば。もうこれはもう極左政権だったということでございます。まあ、日韓の関係を最悪に導いたと。まあ、日本側もだいぶもう喧嘩ムードが固定化してしまって、もう日韓の関係が悪くなるのなんかもう別にいいだろうという論が多いんですが、まあ普通に考えて隣国間でですね、関係が悪くならなくてもいいもんですね。まあ、そして中国の脅威もあるわけですから、まあこのムンジェイン政権がやったことというのは、日本にとっても世界にとっても、まあ、ろくなことじゃなかったと思うわけです。でこれが極めて分かりやすい話ですね。何度か、まあ、過去出しておりますけれども、いわゆる慰安婦運動を、牽引してきた団体がございます。まあ、旧帝大教と、まあ、よく言われてきたものですけど、そこの代表がユン・ミヒャンさんですね。まあ、彼女国会議員になったわけですけど、今はまあ辞職勧告中、勧告されてもまあずっと居座ってるわけですけど、まあ、要するにここに書いてるのはですね、慰安婦支援で集めたお金を、まあ、横領とか流用とかいろいろやったので、まあ、詐欺とか横領で起訴されていますよということです。まあ、まだ逮捕ということには至ってないんですが、関係してた人たちからも、まあ、要するに辞職勧告を受けたのはお金の使い方がもう明らかにこれはおかしいだろうということで、辞職勧告を受けたということです。まあ、要するに、まあ、慰安婦問題、まあ、右、左でいろいろな意見はあろうかと思いますが、これお金のために慰安婦問題を泥沼化したというのはもうこれは明らかに客観的な事実でございます。で、それをやってきたのは韓国の左派運動家たちなんですね。もうこう、お金のため、自分たちのためにやったんです。で、それによってですね、まあ日韓関係も悪くなり。で、まあ嘘が伝えられてくるわけですよね。彼ら彼女たちはお金のために慰安婦の人たちまで利用して、さらに日韓関係まで悪くすると。これとんでもないことをやってるわけですよ。でもまあ世の中こうなりがちでございまして、運動利権と私はまあ言ってきましたけれども、運動のために運動をしていると。もう最悪な状態です。世の中のために社会運動をやってるわけではないと。それが共に民主党でしたよと。まずここが、まあこれまでの今の日韓関係の本当に一番もうこれ端的にここだと私は思うわけです。で、こんなとこからは脱却しなければいけないよと、思うわけですね。で、まあ大統領が変わってどうなるかということなんですが、まあタイトルでも言いました。保守系が勝ちましたよということなんですね。まあ左派、与党系、つまり、ムンジェイン派の、まあ、公認のイさんは負けて、ユンさんが勝ちました。保守が勝ちましたよというのが結果です。まあ、ここは私は、まあ、良かったかなと。まあ、どうせなら、まあ、こっちの人の方が、まだいいかなと思うわけですね。支持率で非常に競り合い、もう、めちゃめちゃ接戦でございました。で、どっちがイーさんだ、こっちがイーさんで、こっちが勝ったユンさんと、左派の共に民主党と、野党保守系の国民の力と、まあそういう激突であったわけですね。で、保守系が勝ちましたよと、まあいうことです。
投票率は 77.1%。 いや、これ日本にいるとやっぱり、いや、まあこれをすごいなとも思うし、日本の投票率の少なさが、いや、もう本当に残念だなと思います。で、大統領選というのはやっぱり、全国民のこう注目を浴びやすいということで投票率上がりやすいんですけど、まあそれでも 77% もあるよと。まあ、ちなみに前回の米国の大統領選の投票率は 66.7% でした。これアメリカとしても異例の高さであって、まあ今日言い出したらキリがないんですけど、不正選挙疑惑すら、まあある。私はあるんじゃないかと思っている派ですけれども。そのアメリカで、通常こんなに高くないんですね。そのアメリカよりも、まあ、なかなか投票率は本当に高い。で、まあ、一人当たり1600万票ぐらい取る選挙だと。まあ、選挙に関わる人間からすると、やっぱり、まあ、アメリカ大統領選なんて5000万票とかですから、もう、まあ、さらにとてつもないものですけど、例えば東京都知事選で、まあ、日本の場合、東京都知事選が一番、一個の選挙としては大きいんですね。一人大体まあ200万票ちょっとぐらいで通るわけですね。まあ小池さんとか300万票超えて取ってますけど、1600万票の選挙と。すごいなと。そして何より、このめちゃくちゃなる接戦だったというのがまあ今回。パーセンテージにして 0.7 ということです。1600万票の中、で、まあもうほとんど互角だったと。そういう選挙でございました。0.7% の接戦で、パククネ政権以来、5年ぶりのまあ政権交代で、保守のユン氏に政権が来たよということですね。しかし、一院制の韓国国会では、現与党の左派共に民主党が過半数で、まあ、厳しいねじれた政権運営になるぞと。まあ、しかし、またこちらの国会議員選挙もあるわけですから、まあ、どうなっていくかということですね。しかし、ほぼ拮抗していると。左派と右派が拮抗している状況です。このユン・ソギョル、次期大統領は、学生時代の、模擬投票の、裁判で検事役に参加して、弾圧を行ってきた、チョン・ドゥファン当時の大統領に対して、死刑を求刑するなどの、気骨を見せて、活動をしてきた、まあ、法曹界の人、法律の人ですね。で、ムンジェイン政権のムンジェイン大統領に検事総長として任命された。まあ、任命されたんですから、まあ、ある程度関係は良かったということなんですけど、しかし、政権高官、ムンジェイン政権との様々な、まあ、高官の汚職やら不祥事やらの捜査をめぐり、まあ、彼は対立をし、まあ、最終的には解任されたわけですけれども、まあ、その流れから、要するにムンジェイン大統領と対立してきたということで、政治経験はないんですが、ムンジェイン政権への不満の受け皿として、大統領選に立候補し、勝ったと。そういう人ですね。韓国新大統領、まあ、次期大統領ですね。米国との連携を重視。中国と北朝鮮とは距離を置くと。一応今そう言っています。北朝鮮の核ミサイルを無力化する。今、主従関係に転落した。まあこれ誰しもそう思ってますよね。ムンジェイン政権、極左の政権で、あまりに韓国に変にすり寄ったんだけど、韓国との関係も決して良くない。というような、南北関係を正常化すると、そういう方針です。また、中国には警戒感を持っており、米主導の、対中包囲網、日米豪印のクアッドですね。まあ、これよく出てくる。このクアッドの、まあ、クアッドっていうのは4ということですか、4カ国の連携に、韓国も興味を持っていると。まあ、保守の人ですから、そういう方向ですね。私、個人的には、別にいいんじゃないかと思います。歓迎、日本として別にここは歓迎していいんじゃないかと思います。まあ、ちょっと日韓の感情のいろいろもつれとかあると思いますけど、
まあ、この中国への警戒感はもうこれ誰しも別に日本人の今多くの人が特に今回のウクライナ問題もありみんな思ってるわけです。で、まさに韓国だって明日は我が身ですよね。もうこのウクライナ問題を見ていた時にですね、大国に挟まれて、核を持っていない韓国がどのように今後生きていくかということで言うと、それは日本も対岸の火事ではないし、まあちゃんとこの辺は考えてですね、中国に対して、まああまりまたこれを強硬に行きすぎると、中国側の、まあロシアみたいにですね、発狂して暴走するみたいなことがあるわけで、これもう非常に難しい、ただただ強硬に行けばいいというわけではないよというのは、誰しも今、世界中の人々が思っているところだと思いますので、それはまあウクライナがあまりに右傾化した、対応によってロシアの逆鱗に触れすぎて火に油を注いじゃったというのはまあございますから、そういうことも踏まえて、韓国がまあ一旦次期大統領がこういうふうに言っているということは、私は個人的には期待したいなと、まあ、少なくてもムンジェイン政権よりはいい、まあまだいいこと言ってるよねと思っております。極左のムン政権よりは、保守系の、ユン政権の方が、まあ一応日韓関係の改善に対しても、取り組むぞと、発言はしていますと。中国の軍事的脅威を考えると、日韓関係の改善は、まあ別にあって叱るべきじゃないかと思います。また、岸田首相が、ユン次期大統領と電話で15分ほど、会談をしましたと。日韓関係の改善に向けて一応取り組もうねと、まあリップサービスのところはあろうかと思いますが、まあ一応そう言っているよと。しかし、まあ特にムンジェイン政権下で、非常に関係が慰安婦の問題、まあ徴用工も似たような話、武器輸出の問題であったり、佐渡島金山の世界遺産登録であったり、もちろん北朝鮮のミサイルと。まあ、北朝鮮のミサイルは北朝鮮の問題かもしれませんが、まあ、こういう、もう、相当様々に課題があるということを、まあ、簡単にはこれ解決しようにはないですが、まあ、一応改善に取り組まれる方向だと。まあ、こちら、さっきも、任期は5年である大統領選と、言いましたけれども、韓国の大統領選の、まあ、根本的な仕組みとしては、任期は5年ですよと。再選はないんですよと。18歳以上による直接選挙だということです。また、やっぱり大統領と名前がついていますから、強烈な権限を持っています。やっぱり首相とは桁違いの権限を持っています。首相を任命できます。法案の拒否権があります。国軍の最高司令権を持っています。限界令が発布できます。憲法改正の提案権がありますと。ちょっと首相とは桁違いの、やはり権限を持っていると。こちら、まあ、最近の、特に民主化以降の、歴代大統領。まあ、近くなってくるとね、まあ、最近よく見た顔でございますから、ああ、いたよね、と、思うと思いますが、まあ、革新系と保守系で、最近は、まあ、行ったり来たりしていると。まあ、この辺になってくると、まあ、もともと軍国主義から、来たわけですから、軍人出身の、ノテウさんがいたり。で、今に至った、ムンジェインさんの次が今回だということです。で、これはまあよく言われるあるある話ですけれども、韓国で大統領になると死ぬと。まあこれ、誇張ではなくて、まあ暗殺された死刑だ自殺だっていう人でも、直近の大統領の中に、まあこんなにいると。また、逮捕、懲役は当たり前であると。恐ろしい。話ですね。まあ、これはやっぱり、まあ、どうしても政治権力に関わっていく中で、まあ、パククネさんの時もあったと思いますけれども、まあ、自分のなんかお友達に利益供与したとか、まあ、当然、まあ、ありがちだと言ってはいけないんですけど、まあ、残念ながらずーっとそれがあって、で、政権が変わっちゃうと全部バレて、逮捕されたり、まあ、それが元になって、もう自殺したり、死刑になったりしてしまう。できたというのが、まあ、韓国の、これ、大統領の歴史でございます。まあ、今回のムンジェイン氏が、今後どうなるかは、まあ、まだわからないところではありますが、まあ、そのぐらいの、まあ、社会に闇があると。これは別に、韓国のことだけを言ってもしょうがないんですけど、まあ、しかし他の国と比べてもですね、
ここまで、アメリカでここまでのことはやっぱないわけですから、まあひどい、汚職体質も含めて、まあ続いているという課題はありますよ。こちらはまあまあ記憶に新しい、パククネ前大統領が、有罪になりましたよねと。懲役24年が、求刑され、実際に服役中だったんですけど、まあ後に恩赦されて、ただいま、まあ、刑務所からは出てきたと。今回の大統領選に関しての恩赦で出てきたと。ろうそく革命というのがございました。それから、大統領弾劾裁判にかかって、で、パククネ大統領は、まあ、有罪になったわけですが、その、まさにこの、まあ、ろうそく革命を先導してきたのが、共に民主党とか、野党とか、左派の運動方の人たちであって、確かに、圧倒的な財閥批判を、背景に、盛り上がった。これはまあ単純に、パククネ氏の、に対する、ただの彼女の汚職に対する問題というよりは、やはり韓国に根本的にある、財閥批判とか、人々の不満というのに対して、まあ、焚き付けがあった上で、こういう運動になり、その結果、ムンジェイン大統領、まあ、現大統領、これから変わりますけど、ムンジェインさんが当選したというのが、ここ最近の流れです。しかし、まあ、冒頭でも言いました、極左のムン政権がやった、行き過ぎた、まあ、よく社会主義的な政策だとまで言われますけれども、あまりに、財閥をバカみたいに規制強化したと。まあ、確かに韓国の財閥は様々な問題を抱えています。格差の問題とか、ものすごい日本とは桁違いの、まあ、権力の集中などもありますが、それに対して、まあ、むちゃくちゃな規制をして、労働組、まあだって左翼ですから、労働組合をさらに強化したり、いや、労働組合こそが運動利権のための運動をやってきたって、それがもうさらにさっき言った、慰安婦問題なんかとくっついてもうぐちゃぐちゃになってきたという、その労働組合の運動をさらに強化したり、結果いいことにはならなかったわけですね。最低賃金を急激に引き上げることによって中小企業が大量に倒産したり、不動産政策が失敗して若者がさらに貧困になったり、その結果、特殊出生率が 0.84% まで下がったり、まあ、やったこと、特に経済政策に関しては、まあ、相当国を滅ぼすぐらいの打撃だったと思います。まあ、そういうこともあって、まあ、結果的に保守が勝ったん。まあ、しかし拮抗していますから、決して保守側もものすごい盤石というわけではない。まあ、さっき言ったやっぱり財閥に対する不満、これやっぱある。で、それを焚き付けた左派側っていうのが、まあ、その不満っていうのは消えてませんから、別に保守に対してもものすごい信頼があるというわけではないと。これはまあ世界中で右も左も信用を失ってきているという、まあ日本だって同じだと思います。まあ今回改めて調べた中でですね、マンションの価格の高騰、これが意外と人々の生活を直撃しているというような分析が出ています。で、ムンジェイン政権発足から首都圏のマンション価格がおよそ2倍にと、インフレ率自体はそんなに爆発的に上がってないのに、これだけマンション価格だけが上がるというのは、やはり、不動産、土地関係の政策の誘導は、まあ、失敗しているし、まあ、他様々ないろんな力学はあるというものの、成功はしていないということですね。しかもこの出生率に関しては、日本が低い 1.34 って言われますけれども、その日本に比べても 0.84 って、だって出生率って2人から生まれるんですよね。2人から生まれて 0.84 って低すぎますよね、これ。まあ、相当な問題を抱えていると。つまり若者の息苦しさなんていうのは日本ともう桁違いだということです。で、また高齢者貧困率に関しても 40.4 と。とにかく、弱者に厳しい国だという。ことですね。いやだって左派政権だったんでしょって。左派政権であったらどっちかというとなんかその多分なんか人権だとか弱者を守りたいとかって言って政権取っておいてさらに弱者が厳しくなったっていうのはこれど
どういうことなんですかねと。まあ、結局、あれでしょ、なんか、利権のための運動をやったから、全部一緒なんですよね。慰安婦の人を守りたいとかっていうことではないんですよね。慰安婦の人のネタを使って自分たちが儲けたい人たちだったっていうことですよね。多分、私はそういうことの結果がこれだと。もう、まあ、右がやっても左がやってもダメだということなのかもしれませんが、まあ、しかし、ムンジェイン政権の、まあ、政策誘導は非常に間違っていたと。これは、思います。で、まあ、小手先で雇用対策なんかもするわけですが、例えば、インチョン空港の、非正規職員を無理やり正規職員に変えて失業率を改善したりとかですね。しかし、そんなことはやるんだけれども、非正規職員の割合は結局のところ 38.4。これ、日本と極めて近いですね。日本も約4割ですから。で、若い人たちの中でも、非正規社員、いや派遣みたいな、まあ、ちょっと法律は違うと思いますけれども、有期雇用、雇用が不安定な人が、韓国で非常に多いと。まあ、だから若い人たちは、所得が低かったりして、出生率が下がっているんだろうと、まあ、分析していいと思います。就業状況は良好だとムンジェイン政権は言ってきましたけれども、どう見ても極めて厳しい状況で、まあ、最低賃金を無理やり引き上げたというようなことと同じくですね、経済がかえって縮小させてきたと、経済政策は間違ったというふうに思います。ムンジェイン政権の中で、若年層の、厳しい生活、出生率が 0.84 まで低下ということなんですが、特に不動産価格の高いソウルでは 0.64 と、もうほとんど子供なんか産まないと、まあ、こういう事情になっているわけです。でも結局ソウルへの人口集中はおそらくまだ続いているんじゃないかなと思います。かなり、ソウルに人口が集中している状態で、そのソウルではもう出生率が 0.64 まで下がっている。少子化が課題の日本でさえ 1.34 なのに、その半分ですよと、ソウルに至っては。少子化のペースは、ムンジェイン政権になってさらに加速しているわけです。2018年には 0.98 だったんですね。めちゃめちゃ下がってますよね、これね。まあ、このソウルは特殊ですけれども。いや、本当に大変な、国家運営の情勢になっています、韓国。まあ、ムンジェイン政権に不満を持つ、保守層が今回勝利したんですけれども、しかし得票の差はわずかであって、日韓の改善の課題というのも、まあ、そう簡単にはいきません。徴用工にしたって、まあ、さっき言った慰安婦問題とかと似てます。これも徴用工の問題にくっついている利権団体の人たちが、もう、理屈とか関係なく、もうちょっとでもなんかごねてお金取ろうみたいな関係でいるわけですから、これもなかなか改善がしそうにないと。まあ、ジーソミアの破棄があったり、もうこれも数年前ですよね。現在も両国の安全保障協力には非常に大きな課題があるわけです。まあ、そうしているのにも関わらず、まあ、中国の、脅威はますます増えていると。で、ムンジェイン政権の時には中国にかなりすり寄っていましたから、もうすでに、それは中国側もそれに乗じて、何やらスパイを送り込んだりとかもおそらくしているでしょう。そんな状態になって、まあ今中国の脅威がさらに加速して、まあ、やはり日本と韓国の、と、あと、そもそも、米国と日本の同盟があり、米国と韓国の同盟があるんですから、これはまあ、うちが嫌だと言ったとしても、近い国ですし、それは米国もあるんですから、関係せざる得ないんですから、まあ、あまり日本側もですね、なんかとりあえず韓国叩いておいたらいいよというようなことでも、それはないと思います。また、TPP に、加盟の手続きを韓国が、着手していますが、日本政府はこれについては慎重であると、そういう状況でございます。本日は、韓国大統領選に関して、まあ、最近の、日韓の情勢というのを、まとめてみました。まあ、何度も言いましたけれども、やはり中国との関係を考えたときにですね、まあ日本も、韓国をとりあえず叩いておいたらいいとか、なんかもう、まあ国交断絶しろとかと、言っている、言い続けても、それは違うと思いますので、冷静にですね、まあいろいろ優先順位をつけて、改善できる関係があるのであれば、それはしていくべきだというふうに思います。
はい、本日の解説は以上でございます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。この国をいいところに、もっと素晴らしいところに、翼の塔です。ありがとう。